タンです。今日も動画を見てくれてありがとうございます。本日はウンタンメインでの動画になります。ブブブブブー、何でしょう。8年ルーちゃんと付き合っていく上で特に最近ね注意していること気をつけていることを皆さんにシェアしていきたいなと思っております。いろいろ注意してんの。出ますよ今回は15個まとめてます。15個もあるの。そう、すごい。まあ、この動画でね対日のカップルさんだったりとかあの夫婦の方だったりとかもしね参考にしてあこれちょっといいかもと思ったら取り入れてもらって夫婦円満に皆さんがうまくいくようにいけたらいいなと思っております。まあまあ主にねルーちゃんに対しての対策です対策なんで全ての人にそれが通じるとは思いませんが参考程度お願いします。ルーちゃんは恥ずかしくて消えてしまいましたが私一人で進めたいと思います。じゃあ1つ目、ででん、喧嘩した時落ち着くまでスルーするです。まあ、これはねちょっとね賛否両論あるかと思うんですけどルーちゃんの場合はですね怒った時って感情がねすごい爆発するんですよね。本当に火山で大爆発みたいな。もうその時は2時間ぐらいですね落ち着かせてから話し合いをします。人それぞれあると思います。本当にその喧嘩してすぐにね話し合いをした方がうまく収まる時もありますけど、まあ、ルーちゃんの場合は本当に感情がね先にバーッと先行してしまうんでやっぱりそこは一回落ち着いてからまあ討論するっていうのがいい結論かなと思います。続きまして2つ目、新しい服を買った時して着た時にとにかく褒めるです女の子っていうものはですね自分でね可愛いと思った服をその旦那さんと彼氏さんにね評価してもらいたいんですよね。但是跟大家说文章也是只要文章穿新衣服我没有马上回应他文章就会说你是觉得穿得很丑。まあそれはねお互いかもしれないですけどまあやっぱり新しい服を買った時はやっぱり、ね、とにかく褒めた方がお互いうまくいくなと思います。第3つ目、機嫌が悪くなった時とりあえずお寿司を食べに行くです。まあ喧嘩しないことはやっぱないんですよね。その喧嘩終わった後にルーちゃん大好きなお寿司を食べに行くことで仲直りするっていうのが定番になってますね。やっぱああいうとこがねダメだったよねみたいな反省しながらお寿司を食べるっていうのがすごいいいなって思ってます。やっぱ人のね好きなものを食べるとやっぱ元気になるんですよ。私の家ではお寿司を食べに行くようにしてます。4つ目、ルーちゃんがマッサージに行った後にルーちゃんやったって言うとめちゃめちゃ喜んでくれます。ルーちゃんはですね月に 1,2 回程度ですねマッサージに行ってるんですよ。ちょっとやったって言うとやっぱりここねやったの分かるみたいな喜んでくれるんですよね。まあそういうのやっぱこっちを見てて嬉しいんでちゃんと言うように心がけてます。続きまして5つ目、酵素を飲むととても喜んでくれます。ルーちゃんも結構飲んでるんですけどなんかお風呂上がりとかあー熱ーとか上がってきた時にルーちゃんが酵素飲むっていう時にあ飲む飲むって言うとめちゃめちゃ喜んで酵素を作ってくれるんであれを見るとねこっちもなんか幸せな気分になるんですよね。あー僕のために作ってくれてさらに喜んでくれてるんだっていうのがあるんでもう酵素はね絶対にルーちゃんから聞かれたら飲むようにしてます。その酵素すごい美味しいんで私もね結構美味しく飲ませてもらってるんですけどルーちゃんがね作るコースはさらに格段に美味しいんで。6個目、喧嘩の時家事のことを出せば落ち着く。まあ、喧嘩の中でも過去に何々したじゃないかみたいなそんな感じの言い合いでやっぱなる時があるじゃないですか。そういう時に分担の切り札としては家事のことを出せばとりあえずルーちゃん落ち着くんですよ。まあ私するのが好きなんで家事全般やってるんですよね基本的に。まあゴミ出しとかルーちゃんやってくれてますけど家事ほとんど俺がやってるじゃんルーちゃん何もしてないじゃんぐらい言うともうルーちゃんはねちょっと黙るんですよ。だからそこを切り札としていつも使ってます。続きまして7個目、私がゲップした時に苦しいって言うと心配してくれるです。私とか結婚して一緒に住んでるんで、まあ、ゲップだったり、する時もあるんですけどただゲップをするだけだと「キモい」とかゲップをした後にですね「苦しい」っ
って言うと逆に心配してくれるんですよ、ルーちゃんは。それがまた可愛くてね。8個目、夜早い時間寝てた時の次の日はルーちゃんとても元気だと喜んでくるんで、とりあえず早く寝させるようにしてます。ルーちゃんって基本的に夜漫画読み出したらもう止まんなくて、まあ、次の日ね苦しそうにしてる時とかあるんですよね。まあ、それ見るとまあこっちとしても心配しちゃったりするんですけど、11時とか10時とか早い時間に寝た時の次の日の朝ってすごいルーちゃん機嫌が良くて、あれなんか私元気、やっぱ昨日早く寝たからかなみたいな感じでね、なんかすごい元気になるんですよ。いいなと思って。9個目、とりあえず中国語を言ったら喜ぶです。まあ私は結構中国語をペラペラ喋れるってわけじゃなくて、知ってる単語をねちょいちょい言うだけなんですけど、それを言うだけでもすごいルーちゃんって喜んでくれるんですよ。このタイミングでルーちゃんが来ました。戻ってきました。言っとっぱれよ。对，每次我只要不理文章，一直滑手机，让文章就讲这句话，我就觉得超可爱的。俺がそれ言うと、なんて言うんだっけ、いつも。我没有不理你啊。あ、そうそうそう。それを聞くのまた私好きなんで、わざと言っとっぱれよって。我没有不理你啊。そう、それを言うのが流行ってます。奇怪ねとか。对对对对，因为我说都会跟文章讲说，哦，你很奇怪，不要再弄我了。然后文章就会讲奇怪呢，就都学起来。文章讲的中文都是文章跟他讲的中文。まあとりあえずね、そこら辺単語マスターしとけば夫婦円満に行きます。もうちょっと勉強して。じゃあ10個目、ルーちゃんがヤバい記事を見つけてきてシェアしてきた時に、え、ルーちゃんもじゃんってするとめちゃくちゃキレる。そう。我跟大家说这是怎么回事。我之前就滑到一个东西，反正就是有外国人到日本打工，然后就因为他个人很瞎的原因，当天早上传讯息给他们的店长说他今天没办法去上班，然后我就觉得好瞎，怎么这么没有责任感，我就分享给文章，然后文章就很白目，就随口说啊你不是也这样，他就是随口乱回的，然后我听到整个觉得就踩到我的大地雷这样。実際ルーちゃんが仕事熱心っていうのは知ってるんですけど、まあ適当にあルーちゃんもじゃあみたいな軽いノリで言ったんですよ。マジでブチ切れて、そう、ブワーンですよ。私自身はルーちゃんは結構いじるタイプなんで。对，我平常也不太会生气，就是没什么感觉。可是他这个就是真的踩到我的地雷了。そう、本当は地雷なんだなと思って、とりあえず冗談言う時でも考えてからちょっとねいじるようにしてます。夜遅くルーちゃんが帰ってくるときに駅まで迎えに行く。我觉得平常都没差，可是我真的很晚有人来接，就真的觉得蛮感动的。個人的にも10時以降ってちょっと心配になるんで、10時以降になったらもう迎えに行くようにしてます。那因为日本都会有那个晨换案内 APP， 所以就会知道说你是几点几分到车站。那如果我们两个是分开行动，要回家之前呢，我们一定都会把那个晨换案内时间截图告诉对方，说我们会几点到车站。但是有时候晚上我也会不想要让文章那么晚出来接我，所以我就故意不传给他，我只跟他说我要回家了，然后我也会自己回来。ルーちゃんもね、よく来てくれるよね。そう、やっぱり一緒に帰る人がいるのがすごい嬉しいじゃん。まあ後の話にも出てくるんですけど、なんか一緒にコンビニとか行くのも楽しいじゃん。帰るとか。そう。デザート買ったりとか。そう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 。やっぱそういう時間もこっちとしては楽しみにしてるんで、12個目、飲み会とかの帰り道にコンビニでプリンとかデザートを買って帰るです。对，文章每次晚回来的时候都会去便利商店买东西给我吃。やっぱね、そういうちょっとしたなんか気遣いがやっぱり円満に行くのかなと思います。やっぱ飲み会とかで遅くなって結構ルーちゃん待ってくれるんですよ、夜。絶対先に寝ないようにしてるから。そうそうそう。少しは申し訳ない気持ちがあるんで、まあ、そこはプリンとかなんか美味しいジュースとか買って帰るよ。いつも楽しく食べさせていただいてます。我就会觉得，如果他回来，就看到灯都是暗的，我就觉得感觉有一点寂寞，就是我自己这样觉得啊，所以我就一定会等他。あと今思い出したけど、多分社会人2年生ぐらいの時かな、なんかすんごいベロンベロンに私が酔って帰ってきた時に家で吐いちゃったことがあって、それはねルーちゃんがもう何も言わずに怒らずに黙って片付けてくれた時があって。
错。もうあの時すごい感動したんだよね。まだ結構前の家の時だったし。そう。他人の人からしたら嫌じゃん。いやーやっちゃったなって思って、ルーちゃんにすごい申し訳ないなと思ったんですけど、ルーちゃんすごい何も言わずに片付けてくれた時があって、ね、あれはすごいなんかこっちとしてはすごい嬉しかった。かわいそうじゃん。なんかお酒飲んでなんか気持ち悪いから入ったでしょ。怒らないよそれ。もうそこはすごいなと思って。プラスポイント。ルーちゃんさ。ほら、このザンもね、使えるんですよ、中国語。そう、ザン。ザンって言っとけば、ルーちゃんも喜ぶ。そう、そう、可愛い。はよ、トイトイ。トイトイってね。はい。13個目。ルーちゃんがゴミを捨ててくれたときに、毎回、ありがとうと伝えるです。嬉しいです。我超喜欢丢垃圾的，不知道为什么。我觉得丢垃圾就是一件很开心的事情。こっちとしてもゴミを捨ててくれるっていうのはすごい助かるんで、毎回ねちゃんとありがとうの気持ちを持って、あ、ルーちゃんやってくれたんだありがとうって言うようにしてます。やっぱお互い毎回ありがとうを伝えるのがすごくいいよね。最初は何でもありがとうっていうのがちょっと恥ずかしい逆に。ふーちゃんが言葉にして言ってほしいって言って。うん、あ、確かに私もいつもふーちゃんに言われてすごい幸せな気持ちになるなと思って言うようになった。でやっぱ気づいてくれて、さらにありがとうを伝えるとさらに気持ちよくなって、次回もまたやろうっていう気持ちになるからすごくいいと思う。14個目、映画とかネットフリックス見るときに字幕があるものを見るように心がけてます。あ、そうなんだ。そうです。全然知らなかった。医療とか警察とかね、とか難しい単語とかいっぱい出るじゃないですか、うん、そしたらやっぱ脳が疲れちゃうじゃん、うん、なんか映画に没頭してもらいたいから、やっぱそこは字幕があるものを選んでます。え、嬉しいね。知らなかった、そんなの考えてくれて。だから見るときいつも字幕ついてるでしょ、うんうん、映画とかでもね、ルーちゃんコナン見ながら寝てたりとかしてたからね。やめてよ。3分しか寝てないよ。台湾不知道上映了没，所以我也不会爆大雷。最新的柯南有一段就在讲解那个设施，就有点太复杂了。然后我听听我就睡着了。なんか難しい単語がすごい出てきたんで、チラッと見たら口開けて寝てました。很催眠，可是后来都有醒着。だからこういうことが起きるんで、やっぱり基本的には日本語字幕とか中国語字幕があるものを選んで見てます。15個目。ルーちゃんが飲み会とか食事会の時に極力ルーちゃんが楽しめるように連絡をしないようにしてます。飲み会に行ったその場を楽しんでもらいたいんですよね。私は連絡とかしないようにしてます。あれ結構助かるかもしれない。うん、友達と話しててさ、なんかすごいよく携帯とか見てると、あ、この人って聞いてないじゃんとか思われて、うん、その仲がちょっとでも悪くなる可能性もあるんで、基本的にはもう連絡しないようにしてます。結構ルーちゃんって飲み会行く前に何時くらいに帰るよってちゃんと言ってくれるんですけど、その帰り時間を超えてきたりすると心配で、今日何時くらいに帰るのぐらいは送ります。ということで全部15個終わりました。まあ、ちょっとルーちゃんね、また恥ずかしがって出ちゃいましたけど、今回15個言ってみて、お互いがお互いのことを思いやって家族円満に行くんじゃないかなと思います。まあ、今回ね言った15個はあくまで私とルーちゃんの個人個人のやり取りの中での対策法なんで、それが全ての人に対策になるとは思いませんが、まあ一つでも参考になればなと思っております。またね、皆さんの私はこういうことしてますみたいなコメントあれば、私もそれ参考にさせていただきますので、コメントもどしどし送ってみてください。今回の動画は以上となります。皆さん、バイバイ。君と終わらない歌を歌おう。たとえ夜が明けようとしても。